ちは、ももです。クロです。ももクロチャンネルです。今日はももクロヘアケアおすすめ4選、イエーイということで、まあね、だんだんエイジング髪はしていくわけですけども、ね、アンチエイジングということで雰囲気出ると思うので、あ、そういったヘアケア、こんなものを使ってケアしてるよっていうのを紹介できればと思います。どうぞ。はい、じゃあまず私、はい、お願いします。ロックオイル、おお、リファのロックオイル、うんうん、なんかこれすごいおすすめされて、うん、原口くんっていう美容師さんにもおすすめされて、最近行ってる美容師さんにもおすすめされて、うん、なんかあのヘアアイロン固定する前にオイルってつけちゃダメみたいなんだけど、うん、唯一これはいいみたいなことを美容師さんが、楽天とかでも買える？言ってました。買える買える、うんうんうん、し、なんかこう塗った後割とその濡れ感とかが結構残るのと、うん、あ、これはじゃあロックオイルを使って固定、固定もやってないから今、今日、あ、まあ、ちょっとストレートシャーって、うんうん、確かにいい感じのウェット感、うん、そう、結構あのなりすぎず、ならなすぎずのいい感じだし、匂いも結構いい。確かにベタベタになんなそう、あんま匂い、あ、この匂い好き、なんだっけこの匂い、なんかの匂いだ、なんか嗅いだことある、なんだっけな、なんかの香水の匂いというか、そう、うん、暗くしたねかみね、確かにリファってあれだもんね、そういったところでも、ね、うんうん、それで有名だけど、うん、コテ普段使わない人でも意味あるかな、あ、全然意味ある、だって普通に、うんうん、洗い流さない、スタイリングオイ ル、うん、スタイリングオイルなんだ、だからまあウェット感出すオイルって感じ、へえ、いいね、私もちょっと結構その、はい、無印良品のでずっとそれ使ってるんだけど、買ってみたいです、はい、ぜひ試してください、香りもめっちゃ、はい、え、はい、買ってみます、ありがとうございます、はい、というわけで私はこちらです、ダダン、ソマルカカラーシャンプーとカラーチャージでございます。こちらでございます、カラーシャンプーとカラーチャージ、トリートメントですね。そう、最近あのやっぱ髪の毛結構染めて、まあ明るめ、まあ、明るめの足にしてることが多いと思うんですけど、あの結構すぐ抜ける、すぐ抜けるよね、抜けるのが結構嫌で、はい、こんな感じです。そうで、おしゃれ、すごい、あのね、色はやっぱりそのなんていうの、黒っぽい色なんだけど、うん、え、見たい、見て見て、香りがめちゃくちゃいい、そのフルーツの落ち着いたような香りで、あ、いい匂い、もうすごい、その本当だ、こんな感じ、そうそう、真っ黒だよね、へえ、結構びっくりするけどね、そうそう、へえ、まず香りに癒される、そのやっぱ癒される瞬間って本当にこのね、子育てしながらめちゃくちゃ大事、確かに、ね、このね、色でそのいい、このいい匂いがするって想像つかないよね、そう、で、あとね、こういうものなんだけど、うん、泡立ちがめちゃくちゃよくって、うん、なんかこういうのってなんか洗ってる感出なそう、まあ3日に1回使うものなんだけど、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃしっかり泡立ってくれるから、ちゃんと洗ってる感があるのがめちゃくちゃおすすめ、私もこういう紫のやつ使ったことあるんだけど、うんうんうん、やっぱあんま泡立ちがあれだから、先にシャンプー普通の下から使ったりとかしてたけど、これ1回でできる、もう全然1回でしっかり泡立ってくれるし、これだけでもいいんだけど、できればこのカラーチャージの方も使ってもらって、しかも色がブラウンなの、珍しくない、あんまりそのブラウンっていうのないと思うけど、ブラウンっていうのでキープできるっていうのがポイント高い、これは何、トリートメントってこと、そう、トリートメントに色がついてんだ、そう、だからまあこれだけでもいいんだけど、これもしっとりしっかりあのダブルで効かせてもらって、うんうん、しっかりカラーがチャージしていくっていうのがポイントですね、うん、でも最近明るくなってきたなと思ったタイミングで使って、ちょっと落ち着いてくれて、やばいな、ちょっと明るくなってきた、やだな、美容院行きたいなって思ってたんだけど、あれ、これとしたら結構なんかいい色になったよ、なんか病院もうちょっと先でもいいかなっていうの大事じゃん、カラーね、やりにくい、めちゃくちゃめんどくさいよね、そう、時間かかるし、時間かかるのよ、色味は気になんないけど、なんかまとまり悪いなみたいな、カラーするとちょっと落ち着かないですよ、なんかそれを感じたね、そう、で、私も最近ここをピンクにしたの、可愛い、めっちゃいい色、ぐらいなんだけど、うんうん、あのピンクシャンプーをおすすめされて、うんうん、もう同じやん、染まるか、すごい、で、まだ使ってないんだけど、うんうん、落ちてきてから使おうかなと思ってるから、まだ使ってないんだけど、あ、落ちてきてから使うでいいんだ、
持続させるためだけど、ちょっと私ピンク、ちょっとピンクすぎるかなと思って、ちょっと落ちてからの方がいいかなと思って。あー、なるほどね。これ以上確かにまだ使ってないんだけど、うんうん、まさかのお揃いで。え、色はピンクなの？すごいピンクだ。匂いは一緒？一緒だ。こういうピンクとかは、うん、ほんと抜けやすいと思うから、うんうんうん、え、じゃあちょっとどうだったかまた教えてね。持続の すごいおすすめしてた、うん、ピンクとブラウンとパープルもあるのかな。そう、5色あって、うん、パープル、ピンク、アッシュ、オレンジ、ブラウン、うん、アッシュもいいよ。私アッシュ好きだから取りやすそうだもんね、アッシュ。いや、アッシュ、ちょ、アッシュピンクはね、取りやすいから。あと紫ってすっごく艶出してくれて、そうなんだ、髪の毛の透明感とか大人っぽい感じになるから、そういうの着物の人もちょっと抜けやすい人とか紫入れるのもいいかもしれないし、私アッシュも使ってみよう今度。しかもなんか結構その汚れてもいいタオルで使ってくださいっていうものだったんだけど、私一応汚れてもいいタオル使ったけど全然変に黒くなってなかったし、なんか爪とか、ね、うんうん、汚れるっていうイメージはあるけどね。どう？全然汚れない、うん、全然もうジェルしてるからもう全然わかんない、うん、内側だよね。内側が気になるところだけど平気なんだ全然。そう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 、2回2回ぐらい、うん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 、ちょっと使って長持ちできると美容院に行く回数も減るし、うんね、時間もね、うんうん、時短になるね。子育てとかしてると本当に美容院って多分行きにくい人が多いと思うから、こういったものをシャンプーとかいいよね、うん、でケアしていけたらめちゃくちゃ美容院の感覚は開くと思う。うんうんうん、特にね、そうやって変に明るくなりすぎたくない人とか、そうピンク楽しかった。確かに確かに、すごいお金の節約にもなるし、確かに確かに時間の節約にもなる。そうだね。じゃあ次のアイテム、私はこれ、あ、ヘアブラシ。ちょっと汚い口だろ、うん、汚い。私ももちろん使ってますよこれ。あ、同じ？しかも2個使いして同じようなやつ。全く同じです。全く同じやつ？ウカ。あ、そうなんだ、うん、これが人気なの？ウカのが人気なの？あ、人気だと思う。あ、そうなんだ。これ本当に、もうプレゼントにも1個はプレゼントでもらったんだった。確か。あ、そうなんだ、うん、何でした？あ、なんかあの六本木ヒルズ、うんうん、エストネーションでなんか友達のお土産見てたら、はいはいはい、うん、あ、良さそうと思って自分に買った。自分にも買った？あ、自分にも買った、うんうん、友達にも買った。やっぱなんかね、頭皮まで指が到達しない。あ、そう。するけどなんかこう、うん、ちゃんと洗えてんのかみたいなさ。で電動のやつもあるけど、うん、あれって割とリラックス系じゃない？そうだね、そうだね。結構時間もかかるから、うんうん、もうガチャガチャガチャ。え、これもう一個買った方がいい？こう、うん、両手でもここガーってやって、ガーってやって、ここガーってやって。あー、なるほどね、うん、生活向上委員会でおなじみのさゆみちゃん、東さゆみさん、あのめちゃくちゃ詳しいんだけど、いろんなことがもう何個ずか、もう普段のバッグにも入れてる。ちょっとあった時にここ、こうやってやるだけで引き締ま上がるよとか。すごい。そうなの？そう、もうこことかにもね、もしかしたらいいし、結構硬いんだよね。硬い。そう、結構硬くって、なんかスーパーハードっていうのもあって。あ、そうだね。でも普通のにしたけど、これでも超硬いよね、うん、いや、めちゃくちゃ気持ち。もう一個ほんと買いな。よかった、買うわ。気持ち。楽天行ってる？もちろんってやると、本当にキュッと皮膚が引き締まって、あと血流がやっぱ良くなるので、顔の肌色が、あなたのなのに私ただ使ってるだけ。詳しい、めっちゃ詳しかった。やばい、ありがとう。話泥棒しちゃいました。じゃあ、はい、ウカね。私ちょうどだ、最後、じゃじゃん、ヤーマンシャインプロ。もうこれはどこでも見かける。最近ツイッターでも見るし、知らない。もちろんさゆみちゃんおすすめですよ。さゆみちゃんがおすすめしてくれて速攻買った。まあまあする、3万とかかな。高い。そうなんだ。そんなしないかな。これはお風呂の中でもお外でも使える、要はトリートメント。あー、トリートメント浸透するやつ。そう、お家で自宅ケアができるってものなんだけど、本当にこれをさー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 、だからこれあの電源もついてるんだけど、電源も外して使えるし、防水になってるから、こうやってさーさーさーってジージージーって、トリートメントの液をつけた上でやる。そう、洗い流すトリートメントでも洗い流さない、こんな風に、うん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 、これが浸透がすごくって、これするだけで本当にあのヘアサロンのトリートメントがいらなくなるぐらい。これなんだっけな、超音波かな。あー、で浸透する。そうそうそう、めちゃくちゃ良さそう、うん、どっちにもいい。その お風呂の中でも使えるし、うん、まあ、その私の師匠とのさゆみは外で、
洗い流さないトリートメントの上でさ、もう本当にパーパーパーってやってるだけらしいんだけど、これは本当に髪が生き返ってツルツルのサラッサラ、髪の毛に本当老化出るもんね、パサパサしたりとかさ。それこそこれも美容院に行ってトリートメントの値段あれして、これで自宅ケア一見高いけど、ね、美容院のトリートメントじゃ何回分ですかって考えた時にいいかも。すごくお風呂の中でもできるんですね。暑いわけでもないんだよ。そう、暑くない。確か美顔器の顔バージョンみたいなことだね。髪あ髪バージョンね。今クリスマス控えてるんでどうでしょうか、これとかね。彼氏や旦那さんにねだってみてはいかがでしょうかという感じですけど、はい、はい、になりました。もうすぐ40歳迎えちゃいますのでね、あの髪肌ケアいろいろして信じらんないで40まだまだまだ3年ぐらいあるから大丈夫、はい、信じられないんですけど、はい、まあ元気におばあちゃん元気にアンチエイジングしていけばと思います、はい、皆さんのヘアケアもぜひなんかおすすめあったらコメント欄に教えてください。試してみたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。